江藤源次郎から1924年5月8日は日本の画家、佐賀県有田町出身、有田焼の絵師となり19世紀末にアメリカニューヨークに渡る。西洋油彩、印象派の洋画を学び江藤源次郎、または片岡源次郎の名で画家、小説の差し絵画家、ステージデザイナーとして活躍した。特にアメリカではコネチカット州、 コスコブのアメリカ印象派が形にジャポニスムを普及した点が評価されている。同時に日本文化の紹介などもしている。コスコブ芸術コロニーに集まったが形に繊細な日本画の技法を教えてジャポニスムを起こし、ジョン・ヘンリーとワックトマン、チャイルド・ハッサム、トマス・エイキンズなどの巨匠と言われたが形と直に交流するなどガダにおける日米交流の先駆的役割を果たした。 最初の日本人であったと言える。江藤源次郎は、慶応三年に、非全国有田で生まれた。片岡家の家業は、有田焼の絵師で、その後江添家に、養子入りし、絵師として、経験を積んだ。名字として、江藤を使うようになったが、なぜ、江添でないのかは不明である。明治二十四年に二十四歳で家業である有田焼の、 販売のために単身ニューヨークマンハッタンを目指し、渡米した。江戸江家は日本美術工芸品販売専門の起立交渉会社の社長で、佐賀出身の松尾義助とは知り合いで、その関係で、源次郎に起立交渉会社のニューヨーク支店を紹介したと推察する人もいる源次郎は1893年に開催されたシカゴ万国博覧会の日本館での アリータ焼きなどの出展を手伝うことになった。同博覧会のアティウッド美術館では、当時のアメリカ油彩の代表的画家である、ジェームズ・ホイスラー、チャイルド・ハッサム、ウィリアム・メリット・チェイス、ジョン・シンガー・サージェント、トマス・エイキンズなどの展示もあり、源二郎の目に触れたとも推察されている。1894年6月、理由は不明だが源二郎は、エゾエケとの養子縁組を解消、病字を、 片岡に戻した。ただし、ペンネームとしてはそのまま、源次郎家等の名前を継続している。エルマー・マックレイが描いた、源次郎の肖像画絵等はやがて当初の、有田焼き販売には関心を失い、画家を志して、28歳の1895年2月美術、専門学校アートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークに入学。特に、アメリカ印象派画家として、 指導の立場であったロバート・ブラム、ジョン・ヘンリーとワックトマンに指示し、油絵、印象派の画法を学んだ。生徒であったエルマー・マックレートも基地になった。彼が履修した1894から95年のコースの記録があり、それによると登録名は、ガンニ・ジェロイエト科目の一部を挙げると、午前の部のウィリアム・メリット・チェイス講師のユザイジー・アービング・ワイルス講師のスケッチなどであった。 源次郎は新たにアトリエを5番街14番通り、近くのビルの一室に構えた。1896年より、ジョンとワックとマン氏の誘いで、コネチカット州コスコブのまかない月宿舎ホーリーハウスにおける等、美術専門学校のサマークラスに参加し、1901年までホーリーハウスに滞在した。当時、マンハッタンからコスコブまではすでに鉄道が開通され、足の瓶があった。 またコスコブは、当時まだ植民地時代の古風な家が立ち並び、広いビアナス川の河口に位置し、風光明媚なロンガイランドサウンドに面していて、豊富な画題となる景色を提供する場所であった。このコスコブのホーリーハウスにおける画家の集まりが後、コスコブ芸術コロニーと呼ばれるようになり、アメリカ最初の印象派の発祥の地となった。 西洋画、油彩を勉強する中で、同クラスのアメリカの若い画家たちに、日本画の画法、特徴なども教えている。当時すでに名声を博しているジョン・トワックトマン、チャイルド・ハッサムラもショ1897年には、友人となったエルマー・マックレーと共に、同校でコスコブ展覧会開催を手伝っている。また精力的に、水彩画を描き、ニューヨーク水彩画クラブ、 ナショナルアカデミー・オブ・デザイン、フィラデルフィアのペンシルベニア・美術アカデミー、フィラデルフィア・美術、クラブなどに出展している。画業の傍ら、この時期、コスコブの地では、宿舎ジョゼフィン・ホーリー夫人の計らいで夫人らに着物を、着せテラスで着海を催し、地元の人々に日本文化を紹介している。また、近所のリバーサイド町に住むキート貿易で財をなした。 新井良一郎の夫人たずもホーリー家で生け花を紹介している。画家として、生計を立てるのは楽でなく、絵画も高い値で売れないため、彼は日本関連の小説の挿絵画家としても活動した。その中には、野口米次郎著のザアメリカンダイアリーオブエイジャパニーズガールの挿絵、ラフカディオハン著、骨頭の挿絵など、多数ある。1900年には、 ステージデザイナーの仕事も手掛け、マダムバタフライ劇の文化アドバイザーに任命され、ステージの絵を描いたとされるが、一説によれば、使用道具などの細かい指導のみをしたとも言われている。1901年5月、最初の個展をニューヨークのキャリアギャラリーにて開催、水彩画150枚、本の表紙や挿絵40枚などを展示した。1904年には一時帰国し8月に、 川内縁と結婚。この間多くの水彩画を描き、翌年単身渡米した際に多数携帯した。日本画と印象派の西洋画の融合は当初、アメリカ画壇で好評を受けたが、そのユニークな画法を続けていく限界を知って、水彩中心の日本画を描くようになった。翌々年に長女舞誕生。1906年には精力的にニューヨーク、ボストン、バッファロー、 デトロイト各地で展覧会を開催、同年ニューヨーク市のサルマガンディクラブ水彩画展でモルガン賞を受賞。同年、肖像画の巨匠、トマス・エイキンズの手助けにより、フィラデルフィアに展覧会を数回開催している。この時期エイキンズに肖像画を描いてもらったが、急な帰国で彼のサインなしで日本に持ち帰った。その胸を描いた彼への霊場が現存しているが、 当の肖像画は、行方不明となっている。1909年、エイキンズ商会のブルックリン美術館芸術院である、スチュアート・キューリンを日本で迎え、日本美術品買い付けの手伝いの傍ら、家族で、鎌倉、仙台などを案内する。この時期に名字を、片岡に戻している。同年再び渡米、12月に、ニューヨークのマディソン・ガローで、水彩画展覧会を開催。 1911年、44歳を最後に帰国し、東京の戦国に住居を構え、定神博物館に勤務。国内でも絵を描き続け、太平洋画界に所属した。展覧会に出品もしているが、画壇の主流ではなかったためかアメリカでの成功ほどには評価されていない。1912年、スチュアート・キューリンが再来日した際には、美術品収集を手伝い。 一緒に歌舞伎、脳などを鑑賞。夜は家族を伴い食事をしている。1924年、結核で死去。去年57、クリニッチ歴史協会には、今でも彼の写真とマックレイが描いた、源二郎の肖像画が保存されている。以下は明らかになった作品の掲載で日本語名は、英語名の翻訳。ありがとうございます。